こんにちは、ゆうすけです。今回の動画はですね、発表というかいつもとは違う動画にて、お送りしたいと思います。実はですね、とあるアーティスト様とエフェクターの制作企画を今進めておりまして、そちらをですね、今回ちょっとだけお見せできればと思いまして、ただいま撮影をしております。なんとですね、ケリー・サイモンさんとただいま制作企画を進めておりまして、先日最終的なプロトタイプ、まあ、ほぼほぼ本ちゃんなんですが、完成しましたので、最終チェックという形で、ケリーさんにお会いして、確認をしてきました。その時の様子を、今回撮影してきましたので、ケリーさんのハムバッカーのギターでの使い方、次回は、シングルコイルのギターを使った使い方、前編後編という形で少しお見せできればなと思います。ケリーさんは基本的にアンプを少しクランチした状態で、使うことを想定してるんですが、それと、あえてですね、アンプの方をクリーンにした場合でも今回サウンドメイクをしていただいたので、もしよろしければ最後までご覧いただければと思います。それではどうぞ。元のクリーンが、これ使えるね、音なので、これにまあ片方だけだと、まあ、クランチになる。これぐらいクリーンだと、やっぱこのゴールドをメインに使った方がリズムギターっていうかな、ここまでクリーンな僕はないんでね。そうですね、本はもう歪んで、そうそう、もうクランチが基本なんで、これもそのためにまあちょっと作ってもらったから、うん、こういう時でも同時かなと、まあ、ジャズコーラスのパキパキのようなクリーンの時は、シルバーの弦の高音弦のギラギラが、そうですね、際立ってます、出るので、このギラギラをどこまでこう上げるかっていうのを調整する、うん、まあ、両方とももうこれフルなんですよね、このクリーンの場合は。あ、もうドライブは上げきっちゃう、はい、もうフルです。でこれはね、開発者の言うというには、この巻き弦のうねりと太さが出るっていうので、ドライブというよりはむしろこっちの低音で、こっちはフレーバーが高音源、ちょっと低音がこもるなという人はもちろんここ下げるんですけど、このアーティストエディションはご存知、リッチ・ブラックマン、あのマーシャルのエミュレートというか、結局クリーンがないんです。歪みますよ、はい、だからもうものすごくこうニュートラルにしたら、でもパリンとしたクリーンではないですよね、モダンな、はい、で上げるともうクリーンなのに半分まで上げるとここまで歪みますから、これでむしろこうさっきのセッティングとミドル上げで、僕ただマーシャルロードもフルテンじゃないの で、 そうです、ね、やっぱりはっきり聞いてくるので、まあ、ミドル上げ目で、当然ボリュームも上がりましたけど、はいはい、これでさっきと同じこのセッティング振ると、こうやって上がりすぎじゃないですか、なんかやっぱりこうさらに調整が必要になるという感じに、リードチャンネルのこれ、ね、もうすでに出来上がってしまう、出来上がり、アンプだけで今必要、で実はこれさらに
もうここまでアンプだけでリズムギターではできてしまうんですけど、うん、ここまで歪ませるんじゃなくて、まあ、リードもちょっとこう下げると、ここの、リードのドライブコントロールと、まあ、ボリュームの兼ね合いでクランチにして、まあ、これでもマーシャルより全然歪んでるんですけど、まあ、それに合わせて今回ちょっと考えて作ってもらったので。なるほど。ハンバーカーに関しては、はい、ゴールドの方かな、これだけでも大丈夫かなと、うん、でシングルコイルのストラットではこう併用する、こっちをメインに音作りして、竿によって、そうですね、やっぱシングル特にピックアップですかね、はいはい、ハンバーカーピックアップでの特性を生かしたのはこっちの方になると。でもまあ僕はリードも実はリズムをほとんどペダルを踏まないので、リードギターに近い原因であのリズムを弾いてます。なるほど。でその時はどうやってるかって、やっぱそのピッキングでパワーコントロールしてるんで、手元ですよ。そうですね、やっぱキレのいい音の長さをコントロールするみたいなイメージで、さっき言ったらトーン、一応フレーバーはトーンなので、こっちの高い音、かなりエッジが効きます、はい、でドライブ、これはもういつもの僕のイメージ。ハンバッカーは僕はもうセックスラウデンスとか高崎さんの音に影響を受けてるんで、うん、もうぜひこの、キレが違います。恥ずかしい。いやいやいや、もう本当にもう僕も見てますよ。ありがとうございます。うまくなってきてるなと思って、ね、いやいや、あの偉そうに。いやいやいや。こっちでやってみましょう。こっちはやっぱりスッキリしている。さっきの低音がちょっとない感じで。うん、どうですか、その前回ちょっと修正した、うん、この歪みはもう両方当然使えばリードもできるし、今までは僕はほらリードとリズムっていうのをほとんど一緒にやってたんですけど、はい、例えばリズムはこれだけで、リードで欲しい時にこれを調整して、これをあのリードの時に踏むとか、はい、ハンバッカーではこっちが基本のリズムギター。これはもうちょっと僕の音がするな。俺の音ではないです。俺の音に近いかもしれない音が出せるという。でもやっぱりもうラウドネスの音ってベスト 80s とか 90s のこの、はい。でも僕の好きなあの90年代前後のリンチモブとか。これやっぱり僕が好きだったアメリカにいた頃のドライサウンドがね、出せます。これはちょっともう特等席で、はい、ありがとうございます。出せますね、出せるんです。でリードでちょっとこう今だいぶ歪んでましたけど、はい、高音が抜けるじゃないですかこっちね、よりだから高音とミドルをバッと抜けさせることができると。
けがあればもう一気にソロでは集中した周波数に絞って、あとは少しディレイをかけたりとかで、そうですね、もう十分です、ね、使えますね。ありがとうございます。こういう感じでこのハンバッカーはできていると。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回、前編という形でハンバッカーのギターを使った場合での、サウンドメイクを少し、ご紹介させていただきました。まだ正式な発売日ですとか値段の方は決まっていないので、これから少しずつ情報の方を公開していきたいと思っておりますので、ぜひ今後の情報を見逃さないためにも斬新レコーズのチャンネル登録、高評価と概要欄の方に各 SNS の URL 貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。最後まで、ご視聴ありがとうございました。それでは。